山崎遥です。はい、ということで始まりました青春アクティブ。今日はぴょんちゃん誕生日会。ぴょんちゃん誕生日会、ぴょんちゃん誕生日会だよ。ぴょんちゃんの誕生日会だから主役でしょ。主役のあのお願いを聞きたもうってことで、あの今日もフライング始まりしてました。そう、はい、まあフライング始まりね、あのワードウルフしてたんで。そうなんですよ、フライングで始まったらあの投票始めましょうっていうことで、うん、ちょっと愛ちゃんがお題を忘れてたにもかかわらずちょっと少数派だったんだよね、はい、そうなんです。よりにもよってウルフ側だったんです。ウルフ側だったんですけど、ひとみさんが一緒に少数側で多数派を当てたんで、ウルフ時代の記憶を私もひねり出してなんとか乗り切ることができました勝ちましたね。勝ちました。なんと愛ちゃんが超怪しまれることで勝つっていうね面白かった。面白かったということで、2023年も折り返しです。なんかね、いろいろありましたけれども。確かに、まあそんなことより、いろいろあったことより、今日はぴょんちゃんのお誕生日会当日ですから。そう、今日当日なんだよ。そう、しかも今日はですね、なんとお互いの妹をゲストに呼んでいるということで、実質ホームパーティーのような感じですね。そう、うん、当日だから、うん、アクティブが入ったからもう旦那との旅行は終わらせてきたえ、アクティブ合わせで。アクティブ合わせでありがとう、優しいですね。いや、そうなの誕生日当日にみんなにお祝いしてもらえるなんて嬉しいよ。嬉しいよね、うん、メールもね、リアルタイムのメールいただければ読んでいくので、ぜひ皆さんそちらお祝いのねメールなどよろしくお願いします。なお、はい、後半はセカショチャンネル会員限定、アクティブ風に言うとスクールカースト上位限定となりますので、ぜひアフタートークなんかまでご覧いただけますのでカースト上位になってみてみてねということです。はい、後半ではおなじみのプレゼント交換会をやります。みんな4人でやるのは初めてかもしれないですね。4人もいるから、はい、楽しくなりそう。楽しくなりそうということで始めていきましょう。あゆみとはるかの2年組青春アクティブ、次回までスタートなんだっけ、どっか見てないから台本。今日も部活動スタートです。改めまして、ティース、あゆみです。ティース、山崎はるかですなんかこの初めまして感が抜けないっていう2回目なんで、はい、はい、こんばんはあゆみですあれ2ヶ月ぶりですね。そうですね、2ヶ月ぶり。久しぶりですね。なっちゃんじゃない、りょんさんがいつも回してくれるんですよね。え、ありがとうございます。あ、あゆみが回してくれるんじゃないの、いつも。せやっけなもうごめん、こっち自由でやらせてもらってるんで。本当どんどんやってこうや。いつもお世話になっております。こちらこそいつもよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当にお誕生日ですねおめでとうございますありがとうございますすごい、本当はい来てくれますね。ちょっとね、なんか妹たちが来てくれない、妹たちがね、妹たちが全然来てくれない、ね、妹がゲストに来るっていう話だったんですけどもずっと二人ですねなんかすごいなんか見られてるんだけど助けてくれないどうしてなんでしょうか、オチがあると思っているんでしょうかやばい、時間がまかないと、はい、ということで、あ、どうぞ、うん、どうぞあ、え、はじめまして、あ、こんにちは、あ、誰あ誰こんにちは、はじめまして、なつみです。あ、ちょっと待った、こんにちは、こんにちは誰そんなん、ちはるですそんなんそんなんじゃんこんにちは、俺がいつもお世話になっておりますそう見えてんの
きついな。泣いちゃうよ。なちゃん緊張してるね、すっごく。うん、すっごく緊張してる。うん。じゃあ心の底から笑って。そう、二人とも。悪やるよ。さっきのやつだそれ。さあ、ということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。本日ゲストの妹ズでーす。妹ズ。はい。あ、はい。千春です。千春です。まず千春からね、千春移して、千春。はい。改めまして千春です。よろしくお願いします。千春。はい、そんで。はい、なっちゃんです。よろしくお願いします。なっちゃんでーす。なっちゃんです。はい、あのエイプリルフールの時にお二人映像出演していただきまして、うん、収録のくしくも映像出演になってたところなんですけれども、うん、まあ、もったいないというところでですね、うん、今回なんと直接スタジオに来ていただきました。ありがとう、やったー、嬉しい、ありがとうございます。さあ、ここからは企画をやっていきたいと思います。プレゼント争奪シスターマッチング。ルールは簡単、うん、出題される質問の答えを書いて4人同時に発表、姉妹で答えが一致していれば、うん、好きな番号のプレゼントを姉妹で1つずつ、姉妹1つずつ、計2つ選ぶことができます。いっぱい選んでいいんだ。プレゼントはこちら、じゃーん、今年もですね、ポケモンがあるよ。ポケモンがあるね。え、誰、ポケモンセンター行ってくれた人。へー、神だよ、神。私たちは騙そうとしたらやばいやつ。いい人だといいですね。いい人だといいな。私とみょんちゃん、小泉社長、スタッフさん、メイクさん、そしてゲストなのになっちゃんと千春にも用意していただきました、うん、ということでね、もうなんかほんと総勢総額すごいことになってます。ごめんね、急に3200円のプレゼント用意してるの。行っちゃって。私は32歳だから、3200円までとなっております、うんうん、じゃあ早速始めていきたいと思います。第1問お願いします。デレイン、デレステテテンテンテレンテンテンテン。ね、アイスケーキがさ、チョコレートになってる。デレステテ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 。卵料理といえば、なんだろう、わからんな。まあまあまあ、でもあれでいいだろうか。朝ごはんに出てきてたやつでいいよ。おいおい、そういうのはさ、でもたまに誕生日があるだからな。あ、そっか、じゃあもうこれでしかないっすよ。これしかないっすよ。はい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 、いくよ。こういうことでしょ。それ言っちゃうと卵料理といえば、せーの、じゃーん。はい、目玉焼き、目玉焼き、卵焼き、卵焼き。家庭の味が出ましたね。出ました。あれかな、朝ごはんといえばなの、関西の違いとかそういうのじゃないのかな。どうなんやろな。でも山崎これだったよね。うちはこれだったね。これだった。卵使うとしたら卵焼きやったな。卵焼きかな。お弁当とかによく入ってたもんね、うんうん、あ、お弁当は確かに卵焼き入ってた。じゃあせっかくなの、山崎家から。ぜひぜひ、選ぼう選ぼう。なちゃん選んでいいよ。ポケモンセンターもらっていいのかな。いいんじゃないの。じゃあこれ神だと信じてポケモンセンターを選ぶと。やっぱこういうのは一番ちっちゃいやつが一番いいっていう。確かに。じゃあこれもらいます。謙虚なのかそうじゃないのかちょっとよくわからないけど。玉手箱方式のね。一番小さい方を選ぶっていう。え、どうします、もう2問。え、違う、だって姉妹ももらってんだよ。え、あ、そっか。だってそうなんだ。うん、あ、どうぞ。姉妹で一致したらプレゼントもらえるんだよ。なんだろう、そっか。なんか今回湯沢屋が一番でかいと思う。湯沢屋ってやっぱりすごい虫。湯沢屋は虫だね。ちょっと危ういもんね、湯沢屋。じゃあ、ここにしよっかな。あ、同じの選ぼうとしてすごいね。同じの選ぼうとしたの。じゃあその隣のやつにしようかな。こっちこっち、うん、こっちこっち、はい、うん、ありがとう。はーい、うん、なんだろう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 。幸先いいですね、うん、かなりハッピーだ。もう一問ぐらいやっときますか、うん、あれ、お時間です。なんと、なんで前半終了のお時間がやってまいりました。あ、そうか、後半続きやるんだね。なので前半ご視聴の皆さんはここでお別れとなりまして、このゲームの続きは後半カースト、スクールカースト上位の皆様と、たしなんでいきたいと思います。じゃあみんな入会してくれないとこの続きは見れません。はい、なのでエンディングでーす。はーい、はい、あいみとはるか2年組青春アクティブは、皆さんからのプリントを大募集しています。ふつおたとか、はい、あとそしてですね、皆さん、あ、みんなの調査部のコーナー、
というのもありまして、現在は何でもいいから不思議な体験を教えてという議題に対する皆さんのご意見をお待ちしております、うん、さあということで、なっちゃんよろしくお願いします。はい、くまもん、くまもんメールアドレスお願いします。すごい、すごい、前回私がリクエストで、うん、あのゲストのようにっていう風にね、はいはいはい、お願いしましたんで読めないまさかこう来るとは。手書きです、うん、ありがとうございます。メールアドレスで埋め尽くされています。こんにちはのメールアドレスに、はい、2人であの言ってくださいね。はい、はい、じゃあたくさんのメール待ってまーす。ありがとうございます。私たちからもお知らせをねしておきましょう。はい、はい、アインから、うん、1月8日から放送開始のテレビアニメテンプル、こちら青葉ゆずき役で出演します、うん、そしてそちらのオープニングテーマ煩悩パラダイスが1月26日にリリースされます。こちら作詞もしましたので、ぜひ歌詞聴いてください。よろしくお願いします、うん、そしてテンプルの先行上映会が7月2日にありまして、こちらもぜひ遊びに来てください。そして我々あゆみとちはるのプライベートハウスという姉妹イベントが、初めての姉妹イベントが7月16日にありますので、素敵、はい、ぜひそちらもお越しください。いいね、はい、いいの、どうぞ。声優芸人朗読劇が笑い声、8月22日19時30分の回に出演するのでね、しかも私ジェラードンさんと日本の社長さんと組むので、うん、結構楽しそうです。まあ、脚本もね BKB さんとか、まあ、向井さんも書いてるんで、うん、芸人さんが書いた脚本を芸人と声優で演じます。よろしくお願いします。あと毎週と金か土にバイオハザードの実況やってるから見てね、うん、見てる見てる、ありがとうね。あ素敵素敵。なっちゃんは一般人なんです。ないです。インスタアカウントとか大丈夫？なっちゃんマジで SNS こんな顔してやってないから、おもろいよね。押せる、何も発信することないんだって。何もない、発信することがないんだって。セカンドショットチャンネル側になっていただくと、この後の後半パート、うん、楽しいパーティータイムが見れますし、うん、アフタートーク見れます。なんとね、あの今回来週配信される分は4人で歌ってるかも。4人でカラオケしちゃうから。4人でカラオケしてるかもしれませんので、ごめんね、はい、一般人が混ぜてぜひ会員になってください。いや、 YouTube でも切り抜きを、載せたりしてますので、ぜひご覧ください、うん、そして今回のチェキはどうなったんですか。2人あいみとはるかの、うん、2人でショットチェキを、うん、皆様に1名様にプレゼントしてますので、ぜひ番組 Twitter をフォロー&リツイートよろしくお願いします、うん、お願いします。ご当選された方には後日 DM でお知らせいたします。そして次回のアクティブは7月21日。7月21日ずっとあいみだった。金曜日の20時から生配信します。わーい、真夏だ。真夏のパーティータイムやります、うん、それでは後半に行きますのでね、後半に行ったらプレゼントいっぱい開けるから楽しみにしててね。楽しみにしててね。それじゃあバイバーイ。バイバーイ。前半の人はバイバーイ。